天野さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。いや、非常に嬉しいですよね。確かにね、困った人がいたっていうふうに思い出したのがやっぱりビジネスの始まりですし、困った人を探しに行くっていう精神でいつも暮らしていればですね、困った人だらけなんですよ、周りの人は。で、恋愛の相談とかね、もしくは、お金の相談とか仕事の相談とか健康の相談とかって人はいつも悩み続けてるんですけども、その解決を常に自分ができるわけではないので、ビジネスチャンスはたくさんあるんですけども、全てがつかめるわけではないっていうのもまた一理なんですよ。で、ビジネスチャンスを24時間365日つかもうと思ったら、それはやっぱり自分のできないをできることに、できるに変えていくってことになるのかなと思います。例えばね、ダイエットのプログラムも OK だよみたいなことになってもいいと思いますし、健康法の食事とかでも OK だと思います。もちろんね、それをサービスを提供してお金がもらえるレベルっていうのがありますよね。で、サービスを提供してもお金がもらえないレベルっていうのもあります。でもですね、サービスを提供するんだけども、お金はもらえないんだけども提供するというアクションを許してくれる人、これもなかなか見つかりにくいんで、まず第一段階はただでもいいからやらせてくれる人に、アプローチしていくっていうことと、2度目からは料金をいただく、もしくはもうただで終わらせちゃ申し訳ないんでお金を払わしてよ、もしくは次の仕事はちゃんとお金取ってねっていうふうにね、頼まれるような仕事をすることになるかなと思います。それはインターネットを使った、例えばツイッターのアカウントを作りますとかでもいいと思いますし、必ずしもインターネットを使わないとダメってことじゃないんですよ。自分の求めている所得とね、それから自由な時間が手に入れば、別にインターネットじゃなくてもリアルでも全然構わないと思うんですよね。そういったことをやっていければいいんじゃないかなと思います。天野さんね、本当良かったです。天野さんなら答えてくれると思ってましたんで、今回ね、動画非常に嬉しいですね。まずお母さんでもいいですし、お嫁さんでもいいですし、誰かのために何かをやるっていうことをね、受け入れてくれる人を見つけていくっていうことなのかなと思います。で、今回ね、お母さんのところに土日で行くってことなんで、ちょっと私からアドバイスです。同じように網戸の張り替えで困ってる人がいたら教えてねっていうふうにお母さんに事前に言っておくと、チャンスはわずかですかでも広がります。で、仮にですね、行って網戸を直してついでだからご近所のっていうついでがなくても、多分その仕事の後でね、ご近所の何々さんがこうなんだよっていうふうに教えてくれるかもしれません。要するに口コミを起こすための最初の口コミのきっかけをやっぱり残していくっていうのが、この営業とか訪問とかの味噌なんですよね。私がね、網戸の営業の話したと思うんですけども、網戸の営業をさせてもらって2万5000円もらって帰ってきました。次の日にその方のところにお礼に行くと、すでにその方は縁側にお隣さんをね、呼んどいてくれて話を通してくださってて、この方も困ってるみたいだよっていうふうにね、新しいお客さんをね、最初のお客さんが紹介してくれるって流れができるんですよ。だからお母さんにでもいいから売った方がいいんですよ。もちろんね、売るって言っても、お母さんは今回はタダでいいよって結局そうなるかもしれませんけど、それでも OK なんですよ。ぶっちゃけね、本当はお金もらってきてもらいたいんですけども、お金がもらえなくても、例えばいい仕事をすればお母さんは近所の方のところにね、必ず噂をしますから、で、それがね、ゆくゆくは正式依頼に戻ってくる、要するに無駄じゃないタダなんですよ、これが。こういう経験をね、できたのはすごくいいことだと思います。で、あとはね、やっぱりお母さんがね、 LINE をやってるかどうか分かりませんけども、今回私のエピソードをちょっとお話します。私は今ヤマト君という子供ができて、スマートフォンとかインターネットとかもう全然苦手で一回も取り組んだことがなかった親父がいるんですけども、 LINE でね、子供の写真を送ったんですよ。そしたらものすごいたどたどしい手つきで、見たって返信が来たんですよね。で、次の写真を送るんですよ。そしたら LINE の使い方は分かんない、教えてくれっていうふうに今度は来たんですよ。要するにどうしてもこれがやりたいっていう動機を与えるのも営業のうちなんですよね。ビジネスのうちなんです。あなたにはこれがあった方が絶対にいいですよっていうことを伝えれば、確かになっていうふうに思っていただいて、費用と手間をかけてくれるということなんですよね。結局これの連続なんですよ。インターネットを使ってるからなんとなくこれが見えにくいんですけども、全く同じです。インターネットを使っても全く一緒で、リアルでやってることも全く一緒です。もう本当に今回網戸のことね、やってきて大きな一歩にしていただきたいかなと思います。本当に報告また待っております。ありがとうございます。